はいどうも、旬なゲームも取り扱ってます。犬走りでございますよ。本日の題材はこちら、Steam よりブエラリー4、シリーズ16年ぶりの新作です。開発、販売はキーロトンゲームズとビッグベンインタラクティブ。え？どこかで聞き覚えがあるって？そんな方はご名答。第3回で紹介した WRC7 と同じ制作元なんですね。ブエラリーシリーズといえば当たりじゃん。と思う方も多いと思いますが、あ、この先はレースの中で触れますね。まずはゲームの紹介を進めていきますよ。モードはご覧の通り、向こうと比べて飾りげないシンプルな UI がどこか懐かしい感じ。もともとはアーケードライクなラリーゲームとして人気の一作でしたし、まあ納得ですね。あ、今回も例によってクイックマッチでの一戦をお届けいたします。さてと、まずはカテゴリーとロケーションを決めていくところから、すべての中から選択する他に、カテゴリーで区切って選ぶことも可能です。各競技ごとに4箇所から6箇所くらいだったかな？特別多いってわけではないですね。ただ他のタイトルに収録されていなかった日本やマレーシア、アフリカの国々など、まあ、個性というものはしっかりありますね。そんなわけで選んだ場所は日本、なくなって久しいラリージャパンですね。選べる SS は4つに、ダートのようなランダム生成。というのは少し違うか。厳密には大量に作られた中からランダムに選ばれるっていうのが正しい解釈かもしれませんね。そうだ、今回は久々にラリーが題材のタイトルということで、ドライバーの方ですが、またこの方にお越しいただきました。おかしいなぁ、ラリーはもう嫌だと伝えてあったはずなのに。まあまあ、今回も画面を切り替えながら進めていくわけですから、それでも私がドライバーである必要はないんだよなぁ。さーて、お楽しみの収録車種の方ですが、個人的にこれといって驚くようなものはなかったという感じでした。これは通常のラリーで選べる車たちで、ヒルクライムやラリークロスではまた別のラインナップになります。これも需要があれば別で撮影しますね。一応ラリーで特筆すべきはポルシェが収録されていること、ライセンス取れたんですね。では今回はランサーの WRC モデルを使用していきます。エアロ的には2005年モデルかな？三菱ラリーマシン最末期の1台。確かこれ、ランエボではなくランサーセリアがベースなんでしたっけ？戦闘力はあったようですが、三菱の財政悪化に足を引っ張られた車。ランタボ大好きでラリーは三菱を追ってきた中の人ですから、先行トレーラーで映った時は嬉しかったです。ランエボはあってもこっちはあまり見かけないですよねー。ロードが終わった時にエンジンがかかる演出、いいですね。よし、それでは行ってみましょう。なんと言いますか。これじゃない感がありますね。山梨は行ったことないのでこんな感じなのかもしれませんが。さて、改めまして本日ドライバーを務めます社名マリです。まず初めての第一印象ですが、先入観の影響をかなり受けていると思いますが、どうしても WRC7 に感じてしまいますね。開発元が一緒であれば色々輸入するのは納得ですし、別にそれに対して異論もないですけど、まあ、グラフィックに関しては特に驚きはなかったって感じですね。ただ私は向こうを720、こっちを1080でプレイしましたので、少し綺麗になったと感じていました。この辺は完全に個人の環境によるものなので何も参考にはなりませんけどね。さてと、多くの方が気になっているのは挙動だと思います。アーケードライクのあれは言っているのか。このチャンネルでは挙動に関する過度な言及を避けています。個人の観点によるところが大きいですから。それを踏まえての感想ですが、かつてのアーケードっぽさはないですね。はい、向こうに比べると少し明け寄りに降ったかな。と感じないこともないですが、正直誤差の範囲かと。少なくとも当たり時代のような挙動を想像してプレイすると事故が多発するんじゃないですかね。ただ一つ付け足すと、これはあくまでラリーの挙動に関する感想。詳しくはまた後で触れるので、ここまでの感想を全てと捉えないでくださいね。さて、忘れぬうちにこのブエラリーシリーズについて軽くおさらいしておきます。初代は97年、プレイステーション他で発売、リアルの中の扱いやすさで人気を博したシリーズです。ラリーといえば車1、2台分の息を全速力で駆け抜ける競技、それをゲーム化する上で、リアルさとストレスフリーの両立は難しいというのは容易に想像できますが、その中で絶妙なバランス設定が人気の要因。といったところですかね。そして派生や新作も制作されていましたが、2002年の3を最後にシリーズが実質途絶えます。開発元の経営不振が原因ですね。それから16年、少しずつ過去のものになりつつあったところで、キーロトン製作の元復活したという感じです。当初は名義だけなんじゃ、と思っていましたし、すべの先行プレイ動画では WRC7 のコピーだと指摘されている場面も見かけました。正直なところ、このラリーのモードにおいてはそう言われるのも少しわかってしまいますね。微妙に補正が入っているのは確かだと思うんですけどね。ダートや WRC も半分の低不振で取れてますし、でも向こうは雪で今回はアスファルトだからなぁ、やっぱり気のせいかも、これがあるからあまり挙動は語りたくないんですよ。パッドでステアリングレスポンスとか言われましてもね。あ、それで思い出しましたが、この動画ではデュアルショック4を使用しています。加えてストアでは日本語非対応と書かれていたんですけど、リターンとしてみると勝手に日本語になっていました。
字幕のみ翻訳されますが、音声は英語のままなので指示は聞き取りづらいですね。ただまあ全て英語を想定していた身としては嬉しい誤算です。ちょうどここの部分を制作している時に Steam の販売ページを覗いてきました。10月3日の時点で星3つ、レビューは賛否両論。いくつかレビューを読むとやはり WRC と一緒というのを見かけました。私の感性は狂っていなかった。やはり FIA の管理下から外れ、自由度の増したものと考えるのがいいのかもしれませんね。ただし先ほどあやさんも言っていた通り、あくまでラリーでの挙動の話、それを忘れないでください。エイントからのドリフト、日本の山は走り慣れていますからね。ジャパニーズ峠にしてはガードレールが少ない気もしますし、レイアウトも違和感だ。中央線や滑り止め舗装など細かい雰囲気作りが欠けているってのはありそうですね。でも別のステージで走れる住宅地のエリアはいい雰囲気だと思いましたよ。というか WRC は日本の開催にもかかわらず、こうやって収録してくれているのはありがたいですけどね。さてと、気がつけばコーナー2つを残すのみ、今回車に関する話を全然しませんでしたね。せっかくのランカー WRC なのに、一応大きなミスなしできましたけど、順位はどうなっているんでしょうね。よし、トップだ。って随分と差をつけていますね。これもっと難易度上げてもよかったんじゃないかな。本日はここまで。ではなかったりします。もう少々お付き合いを。そんなわけで16年ぶりの新作を記念して本日はモーストレースです。レースカテゴリーはジムカーナ、使用車シュアランエゴ戦。プレイ動画だけではちょっと伝わりにくいかもしれませんが、恐ろしいほど曲がって止まって加速します。まさにアーケードの挙動。アンダー気味でもサイドを引けば後ろが流れますし、何よりアクセル音ですぐ滑り出す。こんな感じですね。とにかく気持ちよく走れます。爽快感はもちろん、自分が上手くなったと感じさせてくれる挙動で、走っていてとにかく楽しい。ラリーの影響でスローインがしにくいちゃいましたが、レースゲーってやっぱりこれだなって感じ。近年はレースシミュレーター系が前提ですからね。インディーズでは少なからず存在しますが、FIA の公式タイトルを作ったほどのメーカーが、こうやって爽快感に振ったゲームを作ってくれるとは、正直なところ、最初開発がキーボトン、つまり WRC7 と一緒のところと知って、名義だけ V ラリーとして、中身は WRC7000 個的な感じになるんじゃないかと思ってました。実際最初ラリーを走った時はそんな感想でしたね。視点とか細かい部分は有用でしょうし、しかしこのジムカーナ、バイクスピークを走った時は昔のアーケードライクな感じを思い出しましたね。欲を言えばメインのラリーモードでこの挙動が味わえればなぁと思いましたが、どこかで設定をいじれるのかなぁ。まだやり尽くしてないからその辺は知らないです。このままだと2つの挙動を持つレースゲーになりますね。意外に珍しいかも。まあ、そんな感じで今お送りしているジムカーナとバイクスピークはアーケードライクな挙動でした。ラリークロスはもともとよく加速して止まって曲がる車を用いてのレースなので普通に感じまして、バギーに関してはもうよくわからなかったです。とにかくコースがめちゃくちゃで、普通に楽しむことはできるので警戒することはないと思いますけどね。最終コーナーを立ち上がって残りは1周なのですが、話題が尽きましたね。さすがに V ラリーの話だけを続けるほどに引き出しはなかったか。おっとこれはまずい。あやや、ハーフスピンをかましちゃいましたよ。ハンドルのクイックさも相まって慣れは必要ですかね。V ラリーほどの癖はありませんが、普通に扱いやすい方の癖なので困ることはないと思いますよ。では話題もないのでここから実況していきますか。開始8分半でやっと実況が始まる動画をありがちな字幕やめなさい。いいじゃないですか、実況が下手なら解説に逃げたって。いや、別にダメなんて一言も言ってない。こっちは初見で色々やってるんですよ。毎回挙動も違うのに。しかも紹介するためのテキストを作るって結構大変なんですよ。細かいミスも間違いは間違い。もうやってられな、もみじ。ちょっといいですか。はい、何でしょうか。それステージ1で食を稼ぐなぁ。やっぱりバレてました。でもおかげさまで最終コーナーですよ。やったね。結局挙動の話だけで実況はなしだった。はい、というわけでレースゲー探訪第7弾、16年ぶりに復活の V ラリー4でした。感想なんかは本編の中で言った通り、改めて何かってことはないですかね。これ以上は自分でやって体験してくれって感じです。日本版の発売は未定のようですが、リリースされた日にはぜひプレイしてみてくださいね。そして最後にお知らせです。本シリーズゆっくりもみじの古今東西レースゲー探訪ではリクエストを募集しています。具体的には紹介するタイトルの募集ですね。対応ハードなど詳しいことはこの動画の詳細枠に記載しておきます。入手や設備の関係ですぐには対応できないかと思いますが、思い出の一作をリクエストしてもらえれば。さてと、今回はここまでです。次の動画もよろしくお願いしますね。